こんにちは、萌です。今回はアクリル絵の具で人物画を描いていきたいと思います。でこれはですね、つい先日描き終わったものなので最近のものです。2021年に描き終えたものです。でアクリル絵の具、これをですねキャンバスじゃなくって今回はウッドパネルの上に描いてます。木のパネルに描いてるんですけど、なんで白いかというと、普通の木の素材、あの茶色っぽい素材の上に白いジェスを塗ってます。それを下地として、ジェスを塗ってるんですけど、そのジェスの塗り方、下地の作り方は違う動画で出してるので、そちらを参考にしてもらえたらと思います。で今回このジェスを、いつも私は3度塗りをして、その上に、ヤスリをかけて、すべすべに、表面をすべすべに滑らかにしてから使うんですけど、今回そのヤスリの、削り方がちょっと甘かったです。なので若干表面がボコボコしてます。こうローラーで、私はいつもジェス塗ってるんですけど、そのローラーの跡が若干ね、全体的に残ってしまってるので、なんとなく描いてる時にちょっと失敗したなって思いました。なんですが、まあそれをちょっと活かして、描いていきたいと思います。でまあこうやって見るとあんまりわかんないんですけど、筆をこう使って色を塗っているとどれだけすべすべにしたかとか、わざとジェッソのそのストロークというか跡を残すっていう、手もあるんですが、私はすべすべなのが好きなので、ちょっと今回塗ってる時にあボコボコしてるなって思いました。なので皆さん、すべすべにしたい時はしっかりと、ヤスリをかけて表面をきれいにしてから描いた方がいいと思います。で私が、このキャンバスじゃなくってウッドパネルに描いている理由も、そのキャンバスだと布の縫い目というか、布の、ボコボコした、網網になっている部分っていうのがやっぱりどうしてもボコボコ、こう筆をで色を塗るときに影響してしまうので、それをなくすためにこのウッドパネル、ツルツルした面のウッドパネルに描くことで、そのボコボコがなく、筆をスムーズに動かせて、細かい作業がより描きやすくなるっていうことで、私はウッドパネルを使ってるんですけど、ちょっと今回はキャンバスぐらいボコボコっていうか、あんまりこうスムーズに描けないなって思いながら描いてました。で、まあ、キャンバスでももちろん写実的な絵は描けるし、そんなこうやって言葉で言ってるほどボコボコが気にならないと思うんですけど、結構最近私はこのウッドパネルにハマって、ウッドパネルで描いてます。でこれも好き嫌いだと思いがあると思います。好みがあると思うんですが、ウッドパネルのが使っウッドパネル使ってて、ちょっとやっぱりキャンバスの方がいいなって思う時もあって、キャンバスの方が乾きが遅いです。このウッドパネル、このジェッソっていうものが、絵の具結構こう発色を良くしてくれるんですけど、その代わり乾くのがとても早くなります。結構吸収します、水分を。なのでグラデーションを作る時とか、そういう時にはちょっとこうあまりに早く乾きすぎるのでグラデーション作りにくいなみたいな時もあります。なのでそれで好き嫌いが分かれるかなっていうのもあるんですけど、まあ、その表面の感じ、描きやすさと、あとその絵の具の伸びやすさとか、そういうものが結構変わってくるので、ぜひちょっと試してもらいたいなと思います。でもちろんこのジェスを塗らなくても別に塗れます。なんですが、まあ、発色が良くなったりとか、あとはこの、私はシナベニアっていうベニヤパネルを使っているんですけど、これはアクとかそういうもの、ヤニとかそういうものが出にくいものなんですけど、でも何年かしてちょっと変色してきたりとか、そういうのがちょっと浮き出てきたりとかする可能性があるので、それを防ぐために下地としてジェスを塗ってます。でもちろんこのジェスは何色でも構いません。ただ私今回は白黒の絵でバックグラウンド
もうあの背景もちょっと白っぽくしたかったので白にしました。で、まあ、白い方がこの私がいつも描いてるグリッドとか下書きも分かりやすいので、まあ、白で描くことが多いかなっていう感じです。でこの辺ちょっと細かいところも見てもらうと分かると思うんですけど、結構何回かあの繰り返し塗らないと筆のストロークが残ります。こんな感じで結構乾くのが早いのと吸収されてしまうので、キャンバスの布よりも何回も何回も繰り返して塗るのが多くなるかなっていう感じです。でハイライトとかもこう真っ白に塗りたい時も何回も何回も塗らないとだんだんこう馴染んでいってしまうので、ハイライトは特に真っ白の部分は特にこう繰り返して重ね塗りしていくっていう感じです。これのハイライトのこの繰り返し塗っていくっていうのは、キャンバスの時も一緒なんですけど、このウッドパネルの時もかなり重ねて塗ってます。で、どっちかというとこういう今描いているような手のところとか細かい写実的な部分、なんかこう細い筆で細かく描いていくところはこのウッドパネルの方が描きやすいかなっていう気もするんですけど、この洋服の部分とかちょっとグラデーション、大きいグラデーションみたいなスムーズな、テクスチャーを出したい時、滑らかなテクスチャーで筆の跡をあんま残したくない時はちょっと、キャンバスの布の方がウッドパネルより描きやすいかなっていう気がしました。でこれもその使うアクリルとかあとはジェッソの、細かさ、キメの細かさとか粗さとかによっても変わってくるので、こう自分の好みの、下地を作ってから塗ると一番自分の描きやすい状態を見つけるといいかなと思います。で私が今これ使ってる筆はですね、最近よく使っているインターロの筆です。でこのインターロの筆はあの水彩用の筆なのでかなり柔らかいです。なのであの描きたい部分をにあの分けて使うといいと思います。全部が全部これでやると描くとちょっと描きにくい部分とかも出てくるので、そういうところを分けながら描くといいかなと思います。で、これはですね水彩用って言ったんですけど、もちろんアクリルでも使えるし、私はたまにもうちょっと変になってきちゃったこのインターロの筆とかは油絵の具とかでも使っちゃいます。なので別に、どの筆っていう指定があるからそれしか使っちゃいけないっていうわけじゃないので、いろいろ自分でそれも自分に合う筆とかも探してもらえたらと思います。また筆のおすすめもちょっと動画にしようかなと思います。で今ですね黄色いやつ、これはマスキングテープです。これを貼って色を塗ってからまたこの上から色、このマスキングテープを塗あの貼っているところにさらに色を塗っていきます。今回は人物画と抽象画の、コラボレーションで私の作品のシリーズの一つなんですが、これを、白黒の背景にしていきたいと思います。この線を描いていくんですけど、これもマスキングテープで描いていってもいいんですが、やっぱりフリーハンドの方が私は綺麗にエッジが描けるので、結局こうフリーハンドでまっすぐの線とかは最終的には描いてます。で今回はですね全部フリーハンドで描きました。これも慎重に描くといいんですけど、これですね使っている、筆は平筆をよくこういう時は使ってます。でこれをですねどんどん綺麗に、これも 2,3 度塗りして、ムラがないように綺麗に塗っていきます。そして出来上がりがこんな感じになりました。これは
誰かわかるでしょうか。これはですね、スヌープドッグです。私はカリフォルニアのロングビーチに住んでいたんですが、ロングビーチ出身の、レジェンドのラッパーです。今回はスヌープドッグを描いてみましたということで、今回の動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。